一番手は誰だ。
感情に勝負。 万兵だらけだ。これじゃ勝ち目はねえ。でもなんとかせにゃ。お侍、欺う裏を取り返すため、お力添えを。村の中の者が危うくなるぞ。猛虎は年寄りを痛めつけてるんです。ある捕虜が逃げた罰として。痛めつけて何になる。でどこに囚われた。一人は神社、あとの二人は家の中に。いかにして入る。門は開かぬぞ。 正門の近くに隙間が、子供が通れる大きさです。俺が忍び込もう。肩がつくまで隠れていろ。恩に来ます。
魚がなければお前の飯はない。俺たちの飯もない。食い物がいる。魚を取れ。Perdiu! Hã? Oi! O que é que está a hartar? Se há tudo bem! Alçam o Nicken Herz auf! Que passa? Unik ist nicht Oloch, Justo. Tertin, Benno! Perdiu!
太刀の鍛え方を教えろ。断れば首を切り落とす。テフチェルバスラベ。お侍、この縄を切ってくだされ。待たせてしまったな。もう安全だ。タカという鍛冶屋のようにわしも殺されるかと思いました。タカは村から逃げた。安心しろ。しばらく身を隠せ。Thank you.
もうよしてくれ。やめろ、やめてくれ。飯を探していただけなのに。おい、さあ、なんだこれ。 何が望みだ。 もうこの掟を受け入れれば 大ハーンもお許しくださる。 拒めば罰を下す。 やめろ。やめろ。飯を探していただけなのに。何が望みだ。 ここで死ぬかと思いました。動けるな。今少しだけ辛抱してくれ。恩に来ます。 死にたくない。 내게 멋있어. 이거 집으셔야지. 대인 봐. 메시오 探していただけなのに. 대인 내게 멋있어. 빨리. 진짜. 야. 어떻게 담에긴 하. 가. 逃がしてやる。 村尾坂。いかにも猛虎の掟を受け入れねば村の者を皆殺しにすると脅され諦めるところでした。よくぞ耐え抜いたな。安全になるまで隠れていろ。 村の薬師も神社で猛虎に捕まっているはず。頑固者なので怒りを買っておるかも。仲間がどんどん殺され、次はあっしの番でした。ありがとうございます。 このご恩決して忘れません。
新しい網を作れ。チハルボ。馬が歩かなくなれば俺は蹴る。お前が動かなくなれば俺は蹴る。さあ働け。蹴られたいのか。Энэ чулуу мо самурай. Сумода. Нэгэр битэн зу харваад байна. Нууг дараа. Тийш. Хан. Хонлари. Thank you.
추격하라! юу ч биш болов та. Тийм баха. Чөр барчина. お侍様。安心するな。 行け。 Ахиад учруул бүхтэл болно. Ямар ч удмар алга. Тийм ээ.
Отпусти! Крутач! Ну вот! Ух! Отпусти! Үнийг нь олж ир. Асаг алуурсан ойр байна. Оцгой. Дока, о таске кудасай. Матасете шиматта на.
侍か。よくも民を苦しめたな。もうこの掟に従えばこいつらは苦しまずに済む。愚かな嘘をつくな。死をもって償うがいい。その首俺が切り落としてやる。よし、いい子だ。ご遠慮なくご覧ください。役立つものばかりです。どうかそれで勝利を。それで猛虎を倒してください。助かった。さあどうぞ。どう
かご自愛ください。お侍様、お譲りいただけるものはございますか？お役に立ててください。役に立ちますよ。恐れながら数が足りませんね。あなたのご武運を願ってます。
ここだ。筒とアザモの境にある畑を燃やされてしまいました。丘の上から見えるはずです。よし、分かった、見ておこう。感謝します。お手伝いできることは？酒井様、よろしいでしょうか。話があります。ああ、家族がいるんだよ。何事だ？ここではお話できません。こちらへ。兵衛と申します。この店の主。何か買ってもらいたいのか？いいえ、滅相もありません。ここでいいでしょう。誰にも聞かれません。何をか申してみよう。村の春男がおかしなことをしているようで、日が沈むと村を出て
そのまま夜明けまで戻ってこないのです。昨夜後をつけたら墓所の近くにあるあばら屋で野党と会っていました。野党だと？それは気になるな。あばら屋を見つけ企みを暴こう。よく話してくれた。とんでもございません。ございません。申し分のない出来でございます。昔夕日が沈む中、遥か向こうに鬼の姿が、この向こう。ここへ。ネギを発信した。勝負しろ。春男とやらはここで野党と会っておるそうだが、人はおらぬか。調べてみよう。晒しぬのか。わずかに違う。おそらく朝出だな。灰が多いな。幾度も火がつけられたようだ。
誰かの飯。食ったばかりだ。これは確かに怪しいな。一度隠れて、春尾や野党が戻ってくるのを待ってみるか。探してるんだ。急がなければな。で、何を持ってきた？神社のご神体。おお、そりゃいいな。猛虎に奪われなくてよかった。早く埋めようぜ。野党め、どこに運ぶつもりだ？誰が来ないかよく見ておけ。他の連中は隠れてる。何度か猛虎が小屋のそばを通ったが、今のところ誰も見つかってない。おい、聞こえたか？馬だった。猛虎、隠れろ。立ったな。行くぞ。ああ、運が良かった。この前タモンが見つかったんだ。騎兵が増えてきたな。あの侍のせいだ。どの氷でも奴を見つけようと躍起になってる。いっそみんな殺してくれるよな。もうすぐださっさと街道から離れようぜ。タモンはどうなったんだ？蟻塚の上で貼り付けにされたんだよ。死ぬまで悲鳴を上げてた。そりゃひでえ。それじゃ早く済ませよう。何をしておる？ご神体を埋めることになるとはな。猛虎に持っていかれるよりはマシだろう。野党ではないようだな。急げ。嫌な感じがする。よし、これで安全だ。お主ら、そこを動くな。まずい、つけられてたんだ。あれ、例の侍だぞ。あなた様でよかった。野党からさような言葉を聞くとはな。それは誤解です。アザマ浦から猛虎を追い払われたそうですが、奴らが戻ってこないとも限りません。だから神社の貴重なものを隠しているのです。奪われぬよう。孝太郎、騎兵、大変だ。どうした？みんな置いてきたのか？小山、見つかったんだ。みんな捕まったのか？殺されるぞ。敵は何人だ？数え切れないほどです。戦える者は？俺と騎兵が。ついてこい。他の二人は小屋の仲間を守れ。武具は？手近なものを使え。猛虎だ。四方から来るぞ。隠れ。隣に来たい。姫、どうしよう。どうしよう。ちょっと待って、新手だ。逃げればよかった。
いや、お前らのおかげでな。俺たちじゃない。酒井様のおかげだよ。この者らを猛虎から逃げてきた者や家を失った者です。守っておったのか。その。その つもりです。後で盗むため宝を隠したのではないのか。違います。金が欲しいのではなく、猛虎が去った後のことを考え人助けをしたいのです。<笑>ならばアザモウラに連れて行こう。あそこなら安全だ。何が望みだ。止まれ。野党どもが何の用だ。裏には入れんぞ。俺の連れだ。野党であろうとも、かくまってやってくれ。ですが、信用できません。こやつらは猛虎と戦った。守りの役に立とう。そうおっしゃるなら門を開けろ。こいつらを通してやれ。酒井様、お礼の言いようもありません。仲間を守ったように村を守れ。約束します。猛虎が去った後、宝の在りかを皆に知らせるのだぞ。もちろんです。信じてくださりありがとうございます。剣士、何をしておる。ちょっと厄介事がありましてね。何をしでかした。いやいや、猛虎が
あっしらの飯を奪うんですよ。米、栗、魚、すべて持ってかれてもう腹ペコ。あっしらだと？お前の畑なのか？あなたの言葉が忘れられなくて、ここの百姓の手伝いをしてるわけですよ。もうこの野営はどこだ？数日に一度来ては食い物を奪って去っていくので分かりません。待ち伏せするか？それがですね、人質を取られてるんです。もし食い物を渡せなけりゃ。何か手を考えねば。手はあります。お嫌いでしょうけど。まずは見て決めるとしよう。お見せしましょう。食い物は浜に置く決まりなんです。この食料はどこから？畑や空き家から集めたり、釣りや狩りで奴らを食わせるために頑張りましたよ。そもそもお前はなぜここに？あなたの仲間だと知られてからどこもかしこも危なくてね。偏僻なとこなら安全だと踏んだんです。猛虎にある食料です。でもこの樽だけは空っぽ。お前の策とは奴らを怒らせることか？まさかまさか。この大きさなら人がすっぽり入れます。鎧を着た勇ましいお侍でもね。俺よりふさわしいのは調子のいい酒売りであろうな。この樽猛虎の野営に行っちゃうんですよ。その後誰が戦うんです？あっし？あなた？お前とおるといつも何かに入る羽目になるな。名案でしょ。お前の息と同じ匂いがするぞ。まだ酒が残ってましたかね。あ、酒井様、来ましたよ。ブディキン、タルキンたち。あ、そうだ、全部やる。ほら、持ってけ。バスター、モリガフ。待て待て、あれはミヨ。ミヨは俺の馬、俺の。ナダマタス、モルビグニクボルソン。あいた。見よう。おい、まさかうまくいくとはな。Der Mund bei Stadler. Arjin! Der Mund bei Stadler. Arjin! Oh!
信じられん。助かったぞ。食料を村に運び、ケンジに知らせてくれ。ケンジ？あの野郎、今度会ったら一発殴ってやる。どういうことだ？全てあいつが撒いた種なんです。モーコと取引しようとするから。ああ、酒井様、さすがの腕前。ケンジ、バカで間抜けで飲んだくれのダメ男め。ここは俺が。訳を話せ。モーコに食い物を売ると言って、わらと木くずをやってみたんです。儲けるためか？畑を守るためです。まさか気づかれぬと思ったのか？こんなに早くは。思っていたよりすぐにバレて、村の門が捕まって、食い物を渡さないと殺すって。人の役に立てと焚きつけたのが間違いか？え、いやいや、間違いだなんて言わないで。役に立てます。ただ練習が足りなかっただけ。人の命がかかっている時に練習などと申すな。肝に銘じます。猛虎に殺されずに済んでよかったな。すまなかった、助けになれないで。助けだと？米食って喉詰まらせろ。おっと、また余計なことを言ってしまったみたい。では達者で。体に火をつけて猛虎の火薬に飛び込め。
хөргөгч хардаа. Очиж бари. Тийм ээ. Алдчихсан. Тэр яаж ингэв? Самурай болоод өгтөл болгоно. Ямар нэг юм. Бацна. Барчла. Дара бизнес мотрокве. Тише, арчи, коллари чек. Зипсгей бирт. Тэрнийг олцгоо. Тэр тэнд байгаа юу? Оцгой. Ямар тааш бэлэн байгаарэ?
かげさ
かけろ、かけ。そちらの精鋭を出せ。エンダーだ。You just go out and get it. お松だ。ユナとタカがおるはず。Yeah!
待ってたよ。何が起きた？タカはどこだ？村の連中と隠れてる。ここも猛虎に襲われた。手向かえば殺され、ほとんどが捕虜にされたよ。残りのものを奪いに戻るはず。今のは石膏だ。ほどなく軍勢が押し寄せるぞ。なら逃げなきゃ。すぐに。いや、村を守る。村の火事場も民も失えぬ。望むならばお主は行け。
嫌だね。私も逃げるのは飽きた。村の者に会いたい。何人生き延びたんだ。そんなに多くない。ほとんどが百姓か鍛冶屋さ。戦いそうにないね。全て一人で討ち取ったとは見事だ。稽古したから。矢の余りはあるか。使ったやつを引っこ抜いてまた使うのさ。それで十分。村のみんなを避難させてたんだけど、一人ここらで猛虎に捕まったんだ。生きてた。猛虎は行った。しばらくは戻ってこないよ。これから火事場に向かうから一緒においで。火事場は動くか。ああ、でも火はつけないよ。煙が出たら最後、猛虎に居所を知られるから。いや、釣り出してやろう。さすれば血の利を生かせるはずだ。火事場をおとりにするってわけか。酒井様、姉さん。タカ。あなたのご無事を祈ってました。それはありがたい。時に頼みがある。何かご入り用だとか、どういったもので。叔父上を救いたい。兼ねたの木に囚われておるのだが、守りが固く。人知れず忍び込める道具がいい。ここには火事場がある上、お主も腕利きだ。最高のね。作ることはできますが、じき猛虎が来るのでは。村は必ず守ってみせる。任せときな。火事の助手がいります。幸男という名の。どこにおる。嫁を探しに行ったはずです。村の方へ。俺に任せろ。ユナ、戦の支度を。できてるみたいです。Yasin Bey, zipse geç! よか。はい。タカが火事場で待っておる。お待ちを。妻と妹が川にいるんです。今すぐ案内しろ。こちらへ。俺から離れるでないぞ。
血を見るな。よいか。わかりました。モーコに見つかった。ここにおれ。幸男の使いだ。生きてるの？ついてこい。火事場へ向かうぞ。ムツ、よかった。あんた、もう会えないかと思ったよ。怪我はないな。この方の強さといったら、まるで鬼だよ。猛虎が相手の時のみだ。火事場に行くぞ。ついてまいれ。生きてたか。このお方のおかげだ。恩に来ます。猛虎が来る。ユナはどこだ。川の向こうの一家を探しに行ったきり帰ってきません。何？戻るまで火を入れるな。火を入れられるぞ。誰かを探しておるのか。しくじったよ。川の向こう岸で捕まっちまった。あの人たちはタカを弟子にしてくれた恩人なんだ。ならば捨ておけぬな。行くぞ。侍、侍はどこだ。お前の仲間を破るぞ。侍なんて知らない。村の奴らはどこに消えた。知らないよ。お願いだ내기 좀 할 수 있다. 누구야?
칭하루! 유웨! 助かった. 도모, ありがとうございます! まだ気を抜くでない. 火事場まで行けるか? ええ. なんとか. 皆ついてまいれ! あの方は何者なの? 話せば長くなる。 殺し方がむごくて 人じゃないみたい。 そうかもね。 Wait! We are Kugel! And you! Stop alive!
姉さん、心配させやがって。火事場に火を入れろ。猛虎が寄ってきます。ここを打ち壊しはせぬであろう。この利を逃す手はないぞ。その前に殺されるかも。いずれにせよ、ここで猛虎を迎え撃つ。どうしよう。
お侍様の戦い方じゃない。何を申す。お侍どころじゃないよ。このお方は猛虎を打ち滅ぼすため冥府から蘇った伝説の武者クロード様さ。早く逃げましょう。ならぬ。火事場の火を焚き、再び小松が誇る武具を鍛えよう。さすれば直ちに志村殿をお救いできよう。伝説のクロード。悪くないだろう。侍は誉れを重んじると書で読んだ。それが己らと我らの違いよ。ならばなぜ我が兵は背後から切られている。堺は決してさような手を使わん。戦では化けの皮が剥がれる。ならば己は犬だな。不未来の下地でしか動けぬ哀れで臆病な犬だ。前の老いも侍の道に背き犬になるつもりのようだ。止めたくば大元国に下るしかない。そして我らは本土襲来の手先となる。違うか。考えておくことだ。ただし急がねば己の老いは道を踏み外すことになるぞ。それまで首がつながっていればな。タカが仕事を終えるまで叔父上をお助けにはいけぬな。ユナに話を聞いてみねば。